もうお疲れ様でですす公開のコーナーナございます今回の FX このシートなんですけども2点書いてますねこれまでの認識では初心者はこのゾーンを越えてからのエントリーと捉えてますがちょっと,えっと黒で記入した方がいいかな黄色かな見えにくいけど黄色で記入しますねここのゾーンを越えてから倍でエントリーするという認識ね基本的にはそうなんですよその通りです えとその基本的にはってことなんですけどもちょっとね根っこから取りたいなと思ったら確かにこのヒゲが完成してこの陰線が出来上がった時に倍でエントリーっていうのは大いにありですこれはちょっとレベルが上がる話になりますけどもねだから自分の力量がまだまだだと思ったらやっぱりこのゾーンを越えてから抜けたのを確認してエントリーがいいですね そのエントリーも、例えば129円の735で、えー、こう、超えたと思ったら、129円か。129円の735で超えて、129円の740でできる人と、750でしかできない人って分かれるわけですよ。ですんで、力量に応じた利幅っていうのはそこに出てきますね。もちろん十分伸びきった後で、例えば129の840で倍でエントリーするっていうこともありますし、もっと言ったらね、こちらの、 陰線がありますよね陰線が始まったここを越えてから倍でエントリーっていうのはもっと安全ですよ安全なんだけど利幅が少なくなりますよね結果的にねもしかしたらこの辺で終わるかもしれないしだからそういったところの関係なんですよだから力がつけばつくほど危ないところから入れます <laughs> その一つがこの前回のね安値のその陰線のひげ先で入れるってことなんですけどもここで入れる人はめったにいないでしょうね でも極端に言えばそういうことですはいえー、ここでのエントリーもありですありですけどもちょっとここでできる人はなかなかいないと思いますねはいそしてもう一つなんですけどもこのレンジ内でのエントリーはロスカットの設定は129円の191はいこれも同じ考え方なんですけども129円の190でここのヒゲ先があるというふうに設定する場合えー、っとね129円の191つまり0.1ピップスでも超えたらそこでロスカットなんだっていう考え方もあれば うん、まあねえー、前後5ピップスぐらい、えー、つまりは129円の240あたりとかでえー、ロスカットするんだっていう考え方もあります少なくともでもこのあたりねヒゲが終わってない時にロスカットするっていう考え方は損なんでやめた方がいいかなと思いますねそんなところですかねはいえーだからね数字でものを言うと数字でピタリピタリっていう風に あの、思われがちなんですけども、多少の誤差はあるんですよ。その誤差が大体いい5ピップスぐらい。取って10ピップスぐらいですかね。で、その中で、自分なりの間合いってのを掴んでいかなくてはいけませんね。で、私の場合はその時その時に応じて、もう本当感覚値で、今回は強みにいとこうかなとか弱みにいとこうかなっていうふうになってますけども、私はそうしますけども、でもまだね、経験とかが浅いうちは、 きちんと自分のマイルールを作って、自分は5ピップスまでなんだとかね、10ピップスまで行くんだとかね、髭先を超えたらとにかく少しでも超えたらそうするんだ、え、ロックスカットをするんだっていうふうに、まずはマイルールを決めて繰り返していくこと。それによる検証を繰り返して自分の間合いを見ていくってことになります。はい。えじゃあね、本当ね、に最後はね、感覚値っていうところもありますんで、本当伝えにくくて申し訳ないんですけども、本当コンマあ数円っていうのがね、コンマ数ピップスっていうのまでビタッ とといいいう風にならならら世界ですから多少の誤差は出ると思ってくださいただしその誤差が 20pips の誤差とか 30pips の誤差はありえないですからそこまでいくともう完全にねテクニカルじゃなくなってきますんで本当わずかね 5pips とか 10pips ぐらいの誤差だよってことですね以上です